大尊敬です。乃木坂46梅澤美波、斉藤飛鳥のステージでの姿を絶賛。めちゃめちゃかっこいい。12月5日深夜、テレビ朝日系、ハマスカ放送部に乃木坂46の斉藤飛鳥と梅澤美波が出演。番組リアルイベントでドラム演奏を披露した斉藤について、梅澤がコメントを行った。バル、番組では今回、11月29日に東京、EX シアター六本木で行われた、ハマスカ放送部、のリアルイベント、ハマスカ生放送部、ヘイミュージックハッピーミーティングの模様が放送され、岡本津と共にドラムパフォーマンスを行った斉藤について、リハーサルを終えた岡本津のメンバーらが、かっこよかったですね、と絶賛する場面があった。バル、また、同イベントの別のコーナーに出演し、本番中も舞台袖で斉藤の演奏を見ていた梅澤も、めちゃめちゃかっこいい。ライブで飛鳥さんバンドやってくださったりとかはあるんですけど、いつも背負ってて見えないので。今回なんか、生演奏を聴けて、めちゃめちゃ贅沢、とコメント。さらに続けて、かっこよすぎて、本当にすごい大尊敬です。本当に、と感動の声を上げていた。